若い2人が作る本格的家系ラーメン、気になりませんか？天地に行きましょう。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が、静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩き by 静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線清水駅より徒歩4分、国道1号線沿いにあるラーメン店。清水駅から歩いて数分ということもあり、立地はいいと思われます。斜め向かいには丸亀製麺がありましたが、いつできたのだろう。知らなかった。少し東に行くと静岡人 T シャツやステッカーなど静岡人グッズを売っているエスクリエイトという会社がありますね。私もそこで静岡人 T シャツを買いました。概要欄にリンクを貼っておきます。気になる方はご覧ください。天地はオープン初日と2日目はラーメンを安く提供していたようですが、大行列ができたそうです。おじさんは炎天下で並ぶ気力もなく、数日経ってからの訪問になりました。天地の店舗の場所は大龍清水店、中華そば長岡、ファットン清水店と何回かお店が入れ替わっています。大龍は本店が御殿場にあり、県内にいくつか支店があります。以前は駿河区にもありました。キムチが入ったラーメンや牛骨スープの辛いラーメンなどが大人気。御殿場の本店は郊外にあるにもかかわらず、開店前から行列ができます。中華そば長岡の長岡は新潟県長岡市の長岡で、ご当地ラーメンである生姜がたっぷり入った長岡醤油生姜ラーメンを提供していました。長岡市の青島食堂が発祥と言われていて、私も何回か食べに行っています。現在はパチンコプラザ袖支店の敷地内に移転しました。ファットン清水店は元は横浜のお店で、最強の次世代ラーメン決定戦で史上初の2年連続優勝しているお店。がっつり系のラーメンが大人気のお店です。混ぜの極みザファットン静大前店が静岡市駿河区にありますね。一度お店の前は通り過ぎましたが、直接右折してお店に入れないので交差点で折り返します。天地は駐車場が店の前に4台分あります。店主さんは以前家系ラーメンのお店にいらしたようです。店頭にはキムチの自販機があります。静岡市清水区辻 1-4-8、 麺類注文で並ライス1杯無料。毎月10日は天地の日サービスで豚骨醤油と塩が500円で提供予定。行列ができそうですね。麺の硬さ、味の濃さ、油の量など好みを聞いてくれます。カウンター席、テーブル席、小上がり席などがありました。主に豚骨醤油の家系ラーメンですが、鶏白湯や味噌ラーメンなどもありました。ライスの大盛りはプラス50円です。ニンニク豆板醤あり、天地スペシャルと大盛りご飯。当店の一押しメニューにしてみました。血糖値の急激な上昇を少しでも防ぐため、まずは野菜からいただきます。家系ラーメンにほうれん草は欠かせませんね。ラーメンのトッピングは海苔5枚、ネギ、ほうれん草、
チャーシュー3枚、味玉、うずらなど。さすがスペシャル、トッピングが豪華です。海苔をスープに浸し、豆板醤を垂らしてほうれん草や、麺を巻いていただきます。海苔があるとついやってしまう食べ方。超人気ラーメン YouTuber、すするくんがやっていた食べ方。海苔をスープに浸しニンニクを垂らし、麺を巻いていただきます。こちらもめちゃめちゃ美味しい。これ考えた人すごいね。最後の海苔1枚は、スープに浸して、ニンニクと豆板醤を乗せ、ご飯を巻いていただきました。これも美味しいですね。海苔がたくさんあると、いろいろな食べ方ができます。スープに油は結構浮いていますが、クリーミーで飲みやすいもの。飲みやすいですが、ボディはしっかりしていて濃厚な感じ。熱々なのがいいです。塩分濃度はやや濃いめで、しょっぱさもありましたね。先日訪れた伊豆の国市の王道すずや、ほどはしょっぱくなかったですが、豚骨臭はほとんどなく、動物系の獣臭さが苦手な私のような人でも美味しくいただけます。ニンニク等か、先ほど出てきた王道すずやのスープはかなり攻めている感じでしたが、それに比べたら万人受けしそうな感じ。どちらがいいかは個人の好みが分かれるでしょう。同じ家系ラーメンの中でもいろいろあるから食べ比べが面白い。麺は短めですすりやすいのが家系ラーメンの特徴でもありますね。麺固めにしましたが、時間が経っても結構アルデンテっぽくなっていて、少し歯ごたえが残るような感じでした。このあたりは他の家系ラーメン店の麺とはちょっと違いますね。茹で方なのか、麺自体が違うのか。これはこれで面白いし美味しい。豆板醤追加投入。豚骨醤油スープと豆板醤の相性は最高です。麺をすすり、ご飯を食らう。ダブル炭水化物攻撃。たまらない背徳感。これが病みつきになるのです。味玉は固茹でまではいきませんが、やや固めの茹で上がり。食べると口の中が少しパサッとするので、この後飲むスープがとても美味しく感じます。チャーシューは豚バラロールタイプ。こちらもオンザライスにしてご飯と一緒にいただきます。オンザライスってなんだかかっこよく聞こえますよね。柔らかく煮込まれていて、とろけるような美味しさ。スープに浸されたチャーシューとご飯の相性は抜群。やっぱり家系ラーメンにはライスは欠かせません。並盛りご飯は一杯無料でしたが、プラス50円の大盛りにしてよかった。お店の方は若い男性でしたが、気配りがしっかりできていて、とても居心地が良かったです。静岡市清水区の天地。 JR 東海道線清水駅より徒歩4分、国道1号線沿いにあるラーメン店。何回かラーメン屋が入れ替わっている場所。カウンター席、テーブル席、小上がり席などがありました。好みを聞いてくれます。鶏白湯もあり、天地の日がお得。天地スペシャルと大盛りご飯。スペシャルなのでトッピングが豪華。スープに油は結構浮いていますが、クリーミーで飲みやすいもの。どっしりとしたコクもありました。豚骨臭はほとんどしません。麺は短めですすりやすいのが家系ラーメンの特徴でもありますね。少し歯ごたえが残るような噛み応え。柔らかくてとろけるチャーシュー。ライスとセットで食べる家系ラーメンは無敵の美味しさです。